皆さんこんにちは、おいくきうまくなろうクラブのアドです。ということでですね、本日は皆様にこれはちょっとスッと答えられるなというところの、視聴者様リクエストにはなるべく早くお答えしてですね、皆様のお絵かきライフのお手伝いをやっぱりさせていただきたいなと思っております。今日このブラシペンについてのお問い合わせですね、こちゃさんという方ですけども、ブラシペンに対するコメントをやっぱりちょっと立て続けにいただきましたので、ブラシペン、この既存のあのブラシペンと、僕が普段最近使ってるこういうねオリジナルのブラシペンがあります。これはちょっと視線っぽいので、このブラシペンも、ちょっとご紹介したいなと思います。はいはい。でですね、続いてこのコチャさん、ベタ塗りで、ですね、このコメントいただいている動画で使っているブラシペンはこれになります。特にこの不透明のこのブラシペンに関しては毛先ちょっと変わってますけども、最初のこれですね、もう買った時についてるブラシペンとほぼ一緒なので、別にこのブラシペンでもいいかなという感じです。このカリグラフィーの中のブラシペンですね。で、僕が使っているブラシペンがこのブラシペン、ちょっと丸いんですね、先が。逆に使いづらいかもしれないですけども、このブラシペンの設定がストロークがこんな感じですね。入り抜き、筆圧、入り抜き、タッチ。はい、ここからちょっと静止してみてください。で、シェイプで、グレイン、ダイナミックスで、これと、ペンシルがこんな感じですね。で、一般がこんな感じで、参照元こんな感じという感じです。はい、これを使って使うともう透過してくれるんで、すごい楽ですね。僕としてはもう最近はこればっかりに頼って、書いてます。もうそうですね、こればっかりですね。これでこう塗って、今一色しか使ってないんですけども、重ねるとね色が濃くなるんで、こんな感じで筆圧でも変えれるのでね、もう筆離さなくても、かなり塗れますという。ということで、ちょっとベタ塗り時代よりも作業効率というか早いメイキングができるようになって、お絵描きが楽しくなりますよねというブラシペンです。で、もう一つ最近使ってるこのブラシペン、勝手に僕が調節してるだけなんですけども、このブラシペンに関しては毛先が、かなりですね細くなるので、ちょっとペンっぽい感じでも太くもなるという感じです。これで細かいとここうやって書きますね。普通のブラシペンよりも、細かい描写、こういうハッチングっぽいこともできるんで、なんかねポテトを突っ込んでますよねこの人。でこんな感じで細かい描写できますよと。こういう不透明のブラシ系でも細かい塗りを途中でやりたくなったりとかであると思うんですけども、こういう毛っぽいあれとかできますよと。これめちゃくちゃ便利ですよね。はい、ということで、これの設定がこちら、ストロークがこんな感じ。あ、ミスった、なんか言っちゃった。まあこんな感じかな。ストロークはこんな感じで、シェイプが、あ、ストロークの入りがこれと、抜きがこれですね。筆圧がこれとタッチがこれと、筆圧、タッチと。で、シェイプがこちらです。で、グレインがこちら。で、ダイナミックスがこちら。
ペンシル、そして一般がこんな感じ。はい、で参照元ということで、あのペン先細くして参照元ちょっと変えたと、そんな感じになってます。はい、ということで、コチャさんへの回答はこちらとなっております。ということで、本日はこんな感じで、簡単にというか、一旦僕の知識の中でご紹介できそうな、アートライフの支援をできそうな、ご質問に答えさせていただきました。ということで、視聴者様にせっかくいただいたコメントに回答する動画っていうのもどんどん作っていきたいなと思っております。で、またコメントまでですね、お絵描きに関するコメント、そしてさらにお絵描きが上手くなる、情報が散りばめられているサイトなどがあれば、皆さんぜひ教えていただけたらと思います。ということで、本日はここまでとなっております。またですね、今絶賛研究中の金属の描き方などなど、進んだら皆さんにご紹介したいと思います。そして12月15日締め切りで2019年度、こちら2019年度最後のお絵描きうまくなろうクラブ第5回似顔絵コンテストっていうのがね、開催、モデル決定しました。ダウンタウンさんですね。で、今回5回目ということで、前回大会、皆様ご覧いただいた方もいらっしゃると思うんですけども、優勝者が第4回、こちらですね、似顔絵バナナさんと、事務所がゴリキングさんと、第3位がアサミペイントさんでしたということで、その他いろんな方も賞を受賞しておりましたが、前回羽生結弦さんで、今回ダウンタウンさんがもう今年最後のお絵描きうまくなろうクラブ2019年最後の大会となってまして、僕と花さんもちょっと頑張ろうかなと、かなりレベルが上がってまして、もう似顔絵っていうところで言うと、うわー、これはすごい、ここで勝ち残るとか優勝するっていうのは本当に大変なことだなと、主催しながら思っておりまして、正真正銘ストーリーでね、コメントでいただいた票数をもう一個一個集計して、皆様の投票で決まるので、こちらにも書いておりますように、こちらです。作品募集期間は12月15日23時59分までですということで、作品を投稿する際に OUC ダウンタウンでタグ付けしていただければ、視聴者様はもちろん、小学生から大人まで、お絵描き初心者からベテランまでということで、皆様お気軽に参加いただけますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、これからもお絵描きうまくなろうクラブ、皆様のお絵描き上達、をですね、お絵描き研究のアドと、そして似顔絵の上達を花さんがですね、皆様の似顔絵上達を花さんが、支えてくれると思いますので、これからもお絵かきマクナのクラブをよろしくお願いいたします。で、本日はここまでとなっております。皆様ご視聴ありがとうございます。次回の更新もお楽しみに。それではさよなら。